こちらをこの車の中に炊いてみて、空気が浄化されるのか、7分でこの車内が浄化するのかどうかっていうのを確認してみたいと思います。こんにちは。コミュニティでも予告ご紹介させていただいたんですが、今日ご紹介するこちら非常に珍しいアイテムで、まだ日本に売られていない商品になるんですが、こちらの商品はたった7分で車内の空気を入れ替えられるハイパワーな吸引力 25.5 リューベ、通常の車載用の空気清浄機よりも2、3倍の清浄力のあるイスラエルのフィルターメーカーが作ったこちらの空気清浄機のご紹介を今日はいたします。後ほどこちらの方は実際にこちら蚊取り線香、それからこちらのお香、こういったものを買ってきましたので、こちらをこの車の中に炊いてみて、本当に7分で空気が浄化されるのかっていうのもご紹介をしていきたいと思いますので、最後までご覧いただければと思います。商品のパフォーマンス紹介の前に、こちら内容品の紹介をさせていただければと思います。で、まずこちらのパッケージがこういったかなり豪華なパッケージになっております。まあ、これを開けるだけでもかなりワクワクする、まあ、イスラエル製ということなので、どんなものが入ってるのかなっていう、すごく期待感を与えてくれるパッケージになっています。それから、こちらが本体になっておりまして、まあ、この部分がシリコンになってるんですが、ここの部分にねじり込ませて、カップホルダーに固定して使うものになっていますので、車が動的な状態であっても、これ自体が外れることがない、落下することがない設計になっております。こちらは後ほどまたご紹介します。からこちらの方、これが今回のフィルター、イスラエル製のフィルターメーカーが作った、こちらのフィルターのパッケージと、あとはこちら、匂いが選べるようになっていまして、これは今標準のキットになるんですが、モーニングシャインという、まあ、バニラの匂いのするこちら香りが入っております。これ私非常に気に入っている匂いで、すごくいいなと思いました。あとはこちらの取説の方と、家庭でも使えるようにこちらの家庭用のコネクタも標準で付いております。それから最後にこちら、車で使えるように 12V のシガーソケット。まあ、こちら、今回はこれを使ってご紹介をしていこうと思います。本体をどのように使っていくかというご紹介なんですが、まあ、こちらが本体になります。で、このようにここシリコンになってるんですけども、少しこういう感じでねじり込ませてあげて、で、ここが電源のコンセントを差し込むところになってますんで、まあ、ここにポートをはめ込ませてあげて、で、シガー 12V 供給できるような形ではめ込んであげれば OK と。で、これ今、はめ込んだだけでこのように稼働しましたけれども、最初はこれメイン電源がここについてますので、これ長押しでオフで、またこちらを長押ししてあげればオンになるようにもなっていますし、車の場合はもうそのまま、例えばここ今この清浄機のここのファン、モーターがあるんですが、強弱を調整するところなんですけども、まあ例えばこれ7段階で調整できるんですが、まあ任意のここの設定今してあって、まあ車をこう止めたとき、まあ、例えば、車一回止めます。まあ、止まるわけなんですけども、また、ここに入れてあげれば、同じレベルでファンが回り出してくれるといった、車で使えるようなシチュエーションにも対応しているというのが、
使いやすいところにもなっています。次に、本体の中身を説明していくんですが、上がこれ今、上蓋になってまして、これは上から空気が吸われるようになっています。なので、この中に、このような形で網が張られています。で、これは、もう一つタイプがあって、タバコ吸う方用の灰皿になる蓋もあるんですが、オプションとして出されていますので、チェックしてみてください。でこちらを開けていくと、まあ、すでに今もうセットしてあるんですが、このように、通常、最初購入された場合は、まあ何もついてなくて、先ほどのパッケージでもお見せしたんですが、こちらが今回目玉となります、イスラエル製のフィルターになっています。で、このフィルターは、H13 HEPA フィルターというものになっていて、メーカー独自の特殊コーティングがされているフィルターになっております。非常に集塵力、除菌、脱臭性能が高いフィルターになっています。で、さらにその下にはめ込むんですが、こちらが香りフィルターになっています。で、こちらは今回私はバニラ製のものを使用しています。購入の際はこちら3種類のバリエーションがありますので、好みに応じた匂いのものが選べるようにもなっております。実際つける場合は、こちら、そのままこうはめ込んでいただいて、はい、このようにはめ込むだけで OK と。で、上から吸い込んで下から排出されるようになっています。で、フィルター自体の交換サイクルは、こちらのメインのフィルターは半年おきに1回交換。下の匂いフィルターは1、2ヶ月に1回交換というのが推奨になっています。で、これをこのままはめ込んで、この蓋をするだけで OK ということになりますので、フィルターのセットや交換も非常に簡単に行えるシンプルな設計になっています。で、先ほど紹介した通りで、これがファンモーターのダイヤルで最大7段階まで設定ができて、一番これ最強にしますと、これだいたい8000回転ぐらいだったと思うんですが、これで 25.5 リューベ、まあ、このクラスの空気清浄機としては最大級の吸引力を誇っているものになっています。で、戻すときは、半時計回りに回してあげれば戻ります。冒頭でもお話した通りで、こちらから吸い込んで、こちらの下から排出されるようになっております。で、フィルターの話でもご紹介したんですが、まあ、独自メーカーのコーティングをされたフィルターなんですけれども、昨今、イオン、プラズマクラスターやオゾン発生で消臭を主とした商品も多いんですけれども、これはイオン、UV、オゾン不使用ですので、人体を心配する必要もない安心して使える空気清浄機になっております。はい。ってことで、こちら商品の紹介をさせていただきましたので、今度は実際に一番強い状態、最大 25.5 リューベというこちらの吸引力発生している状態で、この状態で7分で車内の空気を入れ替えるパワーを持っているということなので、こちらのパフォーマンスをご紹介をしていきたいと思います。はい、それではまずですね、こちら実験なので非常にワクワクするんですけど、このおこ、セブンイレブンでも売ってるやつなんですが、こちらを結構まとめて火をつけて、ある程度
放置して、まずは見たいと思います。あち。こんな感じで、カンカンに入れて、ちょっとこちらで放置してみたいと思います。まあ、こんな感じです。これでちょっと閉めて、そのまま放置してみたいと思います。で、こちらはまず入れないで、はい、この状態。結構煙が今出てますんで、これで、しばらく放置してみたいと思います。今、放置させてるんですが、今の蚊取り線香ですと、あまり煙が出ないということで、こちらのお香で試してます。お香結構火が、煙がかなり出ます。なので、もうちょっと、お香を増やしてみようかと思います。なかなかミニバンなので、車内も広いので、あまり煙が充満しにくいっていうのがあるんで、まとめて、火をつけていきたいと思います。はい。とりあえず全部火ついてないんですけど、まずこれ充満させることが目的なので、これで様子を見てみたいと思います。すごい煙が今出てます。今一定時間お香を焚いたんですけど、煙がどんな感じか見ていこうと思います。ちょっと開けます。かなり煙が、こう閉めるとパッとこう煙が出てくるのがお分かりいただけるかなと思います。車内もそこそこ煙っている状況がお分かりいただけるんではないかと思います。タバコの煙を、まあタバコの煙の想定で、まあお香を焚いています。私タバコ吸わないので、お香を焚いて、タバコの煙を想定してやってみたいと思います。まず止める前に一回どんな感じで吸うのかっていうのをお見せしてみたいと思います。はい、パワーボタン入れます。そうするともう勝手に電源が入ってくれます。で、まず最強にしてみたいと思います。下からエアが出てくるので飛ばされてる感じなんで、こうして見ていただくとわかるかもしれない。はい、もう目視上でも煙が吸われているのがわかるんではないかと思います。もうちょっと上の方、はい、こんな感じです。ほんとこう煙を吸ってるのが見てわかるんではないかと思います。で、上から煙を吸って、下からフレッシュなエアが排出されるといった形になっています。で、この状態で、この線香を取り除いて、7分でこの車内が浄化するのかどうかっていうのを確認してみたいと思います。はい、それでは始めてみたいと思います。いきます。はい、ちょうど今7分が過ぎて車の中に乗り込みました。うん、窓を開けなくても、まあ、中にいられる状態かなと思います。うん、かなり浄化作用としては強いなっていうことを、まあ、ちょっと今この検証をやったの今回初めてなんですけれども、いや、これすごいですね。なかなかこれ一本で窓を開けないで、かつこのミリワンのこの車のサイズで、これだけ浄化作用があるっていうのは、うん、正直ね、ちょっと今びっくりしています。線香なので、タバコよりも少し匂いが残りがちではあるとは思うんですけれども、
全く匂わないというわけではないんですけれども、もうかなりのレベルで線香の匂いが取れてるなということをすごく実感することができますね、これは。いやー、すごいな。はい、ってことで、実際にお香を焚いて、こちらのセブンイレブンのお香になるんですが、これ100円で非常に安いんですけれど、これを一束、まあありえないんですけども、評価をかなりきつめにやってみないとなかなか信憑性っていうのが得られないと思いますんで、実際にこれを一束焚いてみて、まあ7分間ということで、吸引力を 25.5 リューベ行って、車内の空気を入れ替えられたのかどうかということでお伝えをいたしました。これだけの線香を焚いても7分間でかなりのレベルの煙を吸い込んでくれて空気を浄化してくれるということがものすごく実感することができました。私タバコ吸わないんですけれど、タバコ1本とか2本ぐらいのレベルで、かつここに灰皿がつくんですけれど、出ている煙そのものを直で吸ってしまえば、もう全く煙たくないなっていうことも、まあ、おのずと想像できるなと、もういうぐらいものすごいパフォーマンスを持った空気清浄機だなということを感じました。こちらのブートの空気清浄機を試してくれっていう前は、全く空気清浄機としての実感っていうのが僕湧いてなかったんですが、空気清浄機ってやっぱり意味があるんだなっていうことをものすごい強く実感しました。これだけ空気を清浄してくれて、かつこの匂いフィルターの匂いの良さ、心地の良さみたいなものも僕自身はすごく感じたので、これは手放せない車のガジェットの一つになるなと、ああいうことを改めて感じました。ということで、こちらの商品なんですけど、8月26日から幕開けで最大 30% の割引のある先行予約販売というのが開始されます。数量限定で最新情報が得られる公式 LINE、概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらをチェックしていただいて、まあできるだけ早く購入された方が割引としても非常に高くなりますので、いやこれはね、すっごいおすすめできる、さすがイスラエル製のフィルターメーカーということだけあって、こちらは非常に優れた空気清浄機だなということを、まあものすごく感じましたので、これはもう車乗ってらっしゃる方、もうすべての方におすすめしてもいい、非常によくできた画期的な空気清浄機なんではないかなということを今回感じました。はい、ってことで、ブート空気清浄機、こちらのご紹介を今回はいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っております。また最近はこういった珍しいガジェット系のご紹介等もしておりますので、ぜひチャンネルの方チェックしてみてください。それでは失礼をいたします。